こんにちは。急に伺ってすみません。オイラたち街でこいつに会ったんだけど何も覚えてないみたいで、とにかくいろんなことが起こったんだ。つまりあなたはテイワット各地を放浪しながら修行をしていると。私の知る限りそういったものは修験者と呼ばれているはずだけれど、どうして自分を放浪者だと呼んでいるのかしら。はい、こちらの方が僕のようなものに合っているかと思いましたので、まるで寝なし草のような名前で。しかしこの二人は僕を知っているようなのです。しかも他のものは知らない僕の過去まで。過去というより、説明するのがとても難しいわ。このような言葉を使うのはあまり好きではないのだけど、あなたの状況だと、もしかしたら前生と呼んだ方がいいのかもしれないわ。前世みたいな感じか？ええ、昔というにはずっと距離が遠く、あなた自身には全く知り得ない状況のことね。聞きたいのですが、その前生における僕はどんな人だったのですか？そうですか。わかりました。何か言いたげなのに、それを言うのが忍びない。どうやら前生の僕は、とても褒められたようなものではなかったようですね。言いにくいのは、そのことが今の僕に大きなショックを与えてしまうからなのでしょう。けれど、僕は受け入れられます。真実を教えてください。そんなに真実が気になるの？はい。じゃあ、はっきり言うわね。前生でのあなたは、悪とされることを数多くしていたわ。あなたは他者によって死にかけ、他者もあなたのせいで死んだ。人ならざる者として生まれ、神を憎み、人間を嫌った。あなたは終始さまよい、たとえ居場所や身分を手に入れても、立ち止まる理由を見つけられなかった。なぜなら、その時のあなたは、自分に心が欠けていると思い込んで疑わなかったから。執着という根は、時として、茎を伝って苦き果実を実らせる。合衆から逃れられない以上、あなたが喜びを感じることはないわ。すべてを使い果たして、歴史を少し、揺さぶっただけですか。結果だけ見れば確かにそうだと言えるわね。今聞いた一切を単に正しいか間違いかで判断することは僕にはできません。人の行ういかなる選択も時と場所によって決まる。因が果をもたらし、罪が重なり業となる。真理とはもとよりそういうものよ。正しさもあれば、それ相応の間違いもある。でも、万象と万物は、生まれながらにして複雑であり、こういった対立的な概念だけで、はっきりとするようなものじゃないわ。前生の僕は、皆から、疲れていなかったようですね。別に傷つけようとしてるわけじゃないんだ。ただオイラたちにとっては確かにそうだったってだけで。しかし今僕のために真実を取り戻してくれたのは敵であったあなたたちではないですか。なあ、もうこいつってただ敵と全く同じ見た目ってだけの知らない人だろ。全くの無実じゃないとは思うけど、かといって問い詰めることもできない。すごく変な感覚だぞ。クラクサ・マリデビ様、
知恵の神であるあなたが言うのなら、それはすべて真実なのでしょ？ええ。すべて真実よ。あなたさえ良ければ、真実の記憶を見せてもいいわ。はい。この目で直々に見届け、斧が罪悪を直接経験したいと思います。たとえ今のあなたの精神が、それにより鞭打たれることになっても。僕は人形。心も名もないただの人形です。逃れられない因果を除いて、僕を動かし、満たすものは何もありません。なら、あなたの願いを叶えてあげるわ。ちょっと待った。おいらたちもついていくべきじゃないか？グランドバザールからこいつを連れてきたのはおいらたちだし。心配はいりません。たとえ危険にあっても、それはもとより僕が受けるべきものです。旅人、私の代わりにこの過程を見届けてきてくれるかしら。そうだな。お前は今、状況が特殊だから、オイラたちがナヒーダの代わりに見張っててやるぜ。うん、わかりました。ありがとう。じゃあ、準備をお願いね。全部丸。すべて向き合います。手をつなぎましょう。きちんと準備してね。そこに何があろうと、できる限り向き合おうと思います。ただ、あなたにまで付き添ってもらうことになるなんて、迷惑をおかけして、ごめんなさい。いいだろう。ここって稲妻みたいだな。あなたたちのいる空間は、私が記憶の内容を抽出して再現した無境よ。記憶を見れば真実を知ることができるけど、記憶にある敵の映像を怒らせてしまうこともあるから、安全には気をつけてね。まるで本当にその場にいるような感覚だ。オイラたちも来てよかったぜ。僕にそこまでしてくれる必要はありません。僕は守るに値する対象ではないんですから。でもオイラたち、途中でやめるようなことはしないんだ。前はお前が原因で、やるべきことが途中で止まっちゃったからな。そうですか。ありがとうございます。放浪者、ここは、雷神が残票を安置した場所。借景の館よ。あなたの前哨は、ここに大量の記憶を残しているわ。それって、ある意味、ここがこいつの出身地ってことか？そうとも言えるわね。理由は、すぐにわかるわ。足音がするようです。崩れた岩の後ろに、こんな大きな空間があったなんてな。まさか、消化骨髄を採掘していた隊が残したのか？いや、違うな。内部の作りは完璧で、保存状態もいい。普通の人間にできることではない。どうしてこんなところに人が倒れてるんだ。
君は。喋れるのか？どうしたんだ？怪我をしてここから出られないのか？いや、怪我はないな。それにこの身分の高そうな服、一体何者なんだ？この男はカツラギといって、トラチオの養子である神輿長政の助手だったの。彼は借景の館に残されていた残票を見つけ、タタラスナに運んだんだわ。それによってその後の全てが起こったんだよな。改ざんされていない記録の中では、カツラギは長政に殺されたわ。外に連れてってやる。仲間が近くにいるんだ。もう少しだけ耐えてくれ。タタラスナ事件において責任者であった庭は、職人に偽装した博士に殺害され、当時歌舞伎者と称されていた残票は行方不明となった。そして神輿長政は2番目の責任者として責任を負う必要があったの。カツラギはかつて長政に助けられたことで、長政に忠実を誓っていた。そんなカツラギの揺るがない決意により、長政に自分を殺させ、タタラスナ事件の幕を閉じさせたの。カツラギって人、いい人だったんだな。見た目は無人のようですが、慈愛に満ちた顔立ちです。どうして彼は幸福な最後を迎えられなかったのでしょう。この衣を崩れた洞窟で見つけました。自分の名前も覚えていないようです。名前がないと困るだろうに。先ほど外の作業員がお前を指して歌舞伎者なんて呼んでたが。構わない、それでいい。カツラギ、こっちに仲間が増えたことを丹羽様に報告してきてくれ。
君と同じで、僕も捨てられたんだ。当時僕は、ここに住んでた。いい場所でもないから、ここに引っ越してくることはないよ。うん。聞いたんだけど、僕のお父さんとお母さんは、二人とも刀を打ってたんだってさ。でも、工場の管理人さんが亡くなって、お父さんも病で倒れて、お父さんも僕と同じようにいつも咳をしてたらしい。それからお母さんも同じように咳が止まらなくなって。でも、君はそうなってはならない。僕との約束を守ってよ。うん、僕たちはもう家族だからずっと一緒だよ。この子には名前がない。というより、ザンヒョウも彼の名前を知らなかった。彼の父親は、彼に名前を付ける前に亡くなったの。母親が亡くなってから、この子は、かやぶきの小屋に一人残され、隣人に育てられた。そして、タタラスナを離れたザンヒョウは、偶然にも、自分と同じく名前のない彼に出会い、彼と約束を交わして一緒に暮らした。その子供って、最後は。幼くして病で亡くなったわ。ある日、ザンヒョウが家に帰ると、彼が息を引き取っていることに気づいたの。おい、一体どうしたんだ？返事をしろ！家族のように。一緒に暮らした。約束したのに。結局、君も庭たちのように、僕を裏切るんだね。声が、途絶えた。どうやら、記憶はここまでのようですね。引き続き進もうぜ。難攻不落。どうして僕の行く先を阻む？阻んでいるわけではない。待っているのだ。貴様の正体は一種の武器だ。鋼鉄の意志のために刺激されることも、そのまま放浪を続けることもできよう。僕を仲間に引き込もうと。犯行の運命はすでに幕を開けた。席に加わり、祝宴に参加しようではないか。遠慮万弱。全部丸見えね。ランザー8キロ二人立ってな。
ても暗い場所です。あ、ここなら知ってるぞ。稲妻の蛇眼工場だな。改ざんされていない記録の中では、旅人はかつてこの地で残票に会ったわ。嫌な感じだ。見覚えがあるぜ。おい、あっちを見ろ。つまり親愛なる淑女様は、あのアホどもとこの工場を僕に託してくださるということか。もうあんたの手下なのよ。下げすんで何かいいことがあるのかしら。認めたくないようだけど、あんたも計画の一環なんだから。それともアビスで戦う方が有意義だったかしら。まあもちろん博士の実験体になるよりつまらないのは認めるわ。本当によく舌が回るようだね。もっともその口で得をしたことはほとんどないみたいだけど、これからの任務に向けて少し気持ちの持ちようを変えることをお勧めするよ。言われなくてもこれから何があるかくらい知ってるわよ。そうかな。あえてもう一言だけ言っておこう。自分が無敵だなんて思わないことだね。ましてや感情に任せて物事を処理するなんてもってのほかだ。あら、私を心配してくれているのかしら。まさか。君が僕の足手まといにならないことを願ってるだけさ。君の他人に迷惑をかける能力は公私といい勝負だからね。私はただこの混乱した国に火をつけてあげてるだけよ。あんただって捨てられた者としてもっとひどいことをしたいと思ってるんじゃない？覚えてるかしら。稲妻にいたあの時、陶工を何人も殺したんでしょ。雷電五花殿の末裔もさぞかし苦しんだんでしょうね。あらあら、その表情。過去を追想するのはやめた方がいいわよ。そろそろそのかわいそうな舌をしまって毒を吐くのをやめてちょうだい。それじゃまたね。祝賀会でお会いしましょう。かわいそうな舌だって。体中に火のついた女の分際でよくも僕にそんなことが言えるな。まあいい、誰かがここを見つけるのも時間の問題だ。その時が来たらどんな表情で出迎えてあげようか。陰謀はことここに至ってもまだ断ち切られていないわ。引き続き次の話を体験するけど、放浪者まだ耐えられるかしら。はい、心配はいりません。どうして黙って私を見てるのかしら。もっと人に好かれるように振る舞おうとか思わないわけ？僕の義務は君に好かれることじゃない。それに君の目には最初から利益と結果以外のものなんてないだろう、魔女さん。迷子のお人形が第6位に上がれたのだって他より少し頑丈だったってだけじゃない。そんなのが長所ですって。君と接しているとまるで烈焰と交遊している気分になるね。だけどお互い殺し合う前にまずはやるべき責務を果たした方がいい。運よ盤石。丸見えね。キャッキャッ。坂。はっ。ふっ。はっ。
あれって、正論派の賢者ナフィスが本計画への加入を断ったことにより、私が彼に代わってこの実験に参加することになりました。歓迎しよう。良い協力関係を築けることを願っているぞ。いつから始めるんだ。もう待ち遠しくて仕方がないようだな。先に言っておくが、神になるというのは決して容易なことではない。生態改造には時間がかかる。私も早めに開始することをお勧めしよう。それに連結に成功した後、彼の体は機体と完全に紐付けされ、単独行動ができなくなる。そんなことはこれまでにも十分経験してきた。そうだろ、博士。お前は私がこれまで見てきた中で最もタフな実験対象だ。お前のおかげで私はより多くの情報を手に入れられる。だがあの日々があってからというもの、お前は命令通りいつ何時もアビスの中にこもるようになってしまった。会う機会が激減したことで知識の純度を上げるのも難しくなってしまった。その真面目ぶった口の聞き方、狂った実験にしか興味ないってバレないようにしてるつもりかい？私と話をするときはもっと言葉遣いに気をつけた方がいい、スカラマシュ。確かにお前は役に立つが、だからといってお前が不滅だということにはならない。また博士だ。嫌な感じの場面だぜ。あの者からはとても深い邪悪の気配がします。あいつを見たら嫌な感じがするのは当然のことだぞ。おいらもな。引き続き進みましょう。神様、あなたは僕が悪であると思いますか？あれらがあなたであると認めるなら、悪であるということになるでしょうね。あなたが思うに、人と人形に違いはあるのでしょうか？あなたにとっての前哨や他哨の自分は、あなたと何か違いはある？もしもないとしたら、人と人形だって、何も違いはないと思わないかしら。人の世の霊弾に耐え、喜怒哀楽を味わう者は人である。そして、生老病死を憎み、愛し、泣き、怒る者も、同じく人よ。僕は十分に、多くの過去を見ました。もし可能ならば、僕が背負うはずだった、あれらの罪を、取り戻したいと思います。どんな結果になろうと、僕に課せられた非難と制裁から逃れるつもりはありません。これは当然の報い、受けるべきものです。その記憶を僕に渡してくれませんか？え？でもそれじゃあお前は今の身分を失うってことだろ？僕は常々、人という生命個体はある法則に従ってなると思っています。それは、過去の経験の集積です。僕は人形として世に生まれましたが、同じ法則を背負っています。記憶を取り戻すことは、あなたを完全に前哨の位置に戻すことを意味するわ。あなたによって捨てられた感情も、すべてあなたの体内へと戻る。本当にいいのね。もとより、この胸に開いた穴と共に生きてきました。人形を想像した者は僕を必要としなかった。目覚めた後、僕は放浪を始めました。
それからあなたたちに出会って気づいたのです。この失われた罪こそ、あるいは僕が僕になれるきっかけかもしれないと。僕は生まれながらにして他者より願いを抱きやすく、修験者となっても徹底的に悟ることはできませんでした。どうやらそれこそ僕が自らに招いた呪いなのでしょう。だからお願いです、宿命を変える意味を僕に与え、僕の放浪を終わらせてください。わかったわ。すでに決心したのならこれらをあなたへ返すわ。それがあなたの選択なら受け取りなさい。こやつを自由にしてやろう。人形？どうしてここに？これは？お主も人間だと思うでござるよ。お揃いでしたか。いい刀だ。本当に嬉しく思うよ。これは僕の。大丈夫なんだよな。だからこそ、ここで終わるわけにはいかないんだ！ついてこいなんて言ってない。君は居場所を失う。天へと舞い。臨天100号！
無力な凡衆め。属性を見下ろさん。これで、せ。愚か者め。僕の視界から消え失せろ。今でもないだろ。僕がそいつに負けるはずがない。えへへ、言葉遣いが戻ってきたな。自分を取り戻したみたいだ。でもあの中にいたのもお前だろ。そんなに自慢できることかよ。悪いね。僕は他人にも自分にも薄情なのさ。その言い方、まるで僕を心配してるみたいじゃないか。その必要はない。たとえ僕が何かを変えることができなかったとしても、君のおかげで多くの真実を知ることができた。記憶の読み取りはとても順調にいったわね。この無境も使命を果たせたわ。行こう。話は外に出てからだ。帰りなさい、旅人、タイモン、そして、ザンヒョ。ふぅ、なんだかすっごく長い旅をしたみたいだ。疲れたぜ。もしかして、この名前は不満かしら。別に。ただ、そろそろ名前を変えなくてはと思ってね。博士があれだけのことをしたと知った今、引き続き彼と関係のある称号を使うわけがないだろう。僕がファデュイの方に戻ることはないし、そのつもりもない。きっと多くの人がこの件に影響されたから。そもそも第6位が誰だったか覚えてるとも限らないしね。つまりファデュイを離れるってことか。君の言う通りだ、クラクサナリデビ。すべてが無駄に見えたとしても、意味がないとは限らない。少なくとも、多くの人に僕のことを忘れさせることができた。だからといって、あなたの身から過去が消えるわけではないわ。それはもちろんさ。それから、あなたが全力を尽くして追い求めていたこと。その最も革新的な目的は、まだ達成されていない。その点についても分かってほしいわ。世界を変え、過去を変え、他人の運命を変えるのは、そんなに容易なことではないの。あなたが渇望した答えは究極の破滅。その本質は虚妄よ。たとえこの世から残票がいなくなっても、世界があなたの意志に従って動くことはないわ。そうだね。本当に笑えるよ。そこまでやって、こんな結果になった。
ったこと後悔してないのか？たとえ僕に何の価値がなくても、この世において後悔に値することなんて最初からないのさ。クラクサなりデビ、世界中にあった情報は君がわざとあそこに残したんだね。できる限りあなたが自然に情報を得られるようだいぶ工夫したんだから。どうしてそこまでするんだ？僕を抱き込むつもりか？これは正直に言うべきね。過去の経歴によってあなたは私にとってもスメールにとっても有用な個体となったの。あなたを仲間にすることは確かに私の計画の一部だった。でもその前に、私は過去の真実をあなたに教えたかったの。もし利用するだけなら、私は博士と何も変わらなくなってしまうから。本当に冴えているようだ。これは私が持つべき美徳なのかもしれないわね。他者にとって有用であること、それが価値というものだ。だからこそ、罪人であっても、僕は再び利用される理由を手に入れられたというわけだ。ああ、そうか。危うく忘れるところだったよ。君たちは、正義の側で、僕とは違っていたんだっけ？悪いけど、僕は物事を見る角度が少し違うのさ。まあ僕も、全部が全部打算だとは思ってないよ。君のその知恵が、優れた助っ人を持つことを定めたんだからね。そう思ってくれてよかったわ。旅人、これから私は、世界中に深く隠された秘密を、より一層研究し、発掘しようと思うの。もちろん、世界中に記録されたあなたの血縁者の旅の始まりもね。その前後に何があるのか、私も知りたいもの。ええ。旅人。僕が世界中の情報の激流に飛び込んだ後、どうして稲妻に行った？だから彼らに、変わった後の運命を尋ねたのか。何はともあれ、助けてもらったわけだし、この恩は全力を尽くして返そう。個体と個体の間には、借りと、それを返すだけの関係しかないんだ。僕たちはいずれ必ず、貸し借りのない関係になる。気にする必要はない。そうではないわ。人と人との関係は、決して簡単に白紙に戻せるようなものではないの。あなたもきっと感じたことがあるでしょ？あなたの人生に現れた人は、水滴が蒸発するように消えはしない。この世には、本当に貸し借りのない関係なんてないのよ。取り返しのつかないことや、変えられないことがあるからこそ、人の世には感情が芽吹くの。あなたの感じるものはすべて真実であって、あなたの犯した過ちが補われることはない。亀裂を背負ったまま生きていくのが人間というものよ。人間になるかどうかはあなたが選んでちょうだい。心臓のない人間なんていないだろ。それに、僕はとっくに人間になろうなんて考えるのはやめてるんだ。あなたは心臓がなくても、苦痛を理解することができる。あなたはただ、感情を封じ込めているだけよ。過去は揺るぎないけれど、あなたは引き続き歩むことができる。未来という線が十分に長いのであれば、過去は相対的に、ごく短い区間に過ぎないわ。どうやら、僕をどうするべきか。もう考えてあるようだね。いろんなことが混ざって難しい話になってるけど、一番重要なのはナヒーダについて行った方がいいってことだな。じゃないとオイラたちもなんでここまでしたのかわからなくなっちゃうぞ。
だったら君たちと共にいるとしよう。暗闇からの助力としてね。私たちの提案を受け入れてくれて嬉しいわ。お祝いとして自分に新しい名前でもつけてみるのはどう？早く早く、オイラもお前にひっどいあだ名をつけてやる。なんだって？だってオイラまだお前のことあんまり好きじゃないし。なら今後はあまり会わない方がいいかもね。名前は人生で最初の贈り物。はっきりとは言わなかったけど、あなたがそう考えていることは知っているわ。今回は彼とパイモンがいろいろと手助けしてくれたし、どんな名前にするか決められないのなら彼らの意見を聞いてみるといいわ。ダメだ、おいらあだ名しかつけられない。まともな名前は無理だぞ。お前に任せるぜ。思いついたかい？決まったかい？君の言う通りにしよう。これであなたも名前を持つ人間になったわね。あだ名はもう思いついたかい？まだ考えてるんだ。そうせかすなって。ゆっくり考えるといいよ。思いつくまでは僕たちはしばらく会わなくて済む。僕を不幸に陥れた者たちにはいつか代価を払ってもらうさ。ファデュイのことか？少なくとも博士はね。立場が変わったわね。あなたのこれからの道もそれに合わせて変わっていくと思うわ。でもそれは今すぐというわけじゃない。今はまだ時間をかけて自分自身を整理する必要があると思うわ。もう一つ、今の稲妻にはまだライデン五花伝の末裔が少しいたね。彼らの中には僕とライデン五花伝の関係を知っている、いや、知るべきだった人がいるはずだ。僕はしばらくスメールを離れるつもりはない。もしも君が稲妻で彼らを見かけたら教えてやるといい。僕こそがライデン五花伝を失墜させた元凶だとね。たとえこのことが世界から抹消されたとしても、彼らには真実を知る権利がある。なるほど、それがあなたの選択なのね。うえ、でもそうなったら。なんてことはないさ。彼らが望むなら刀で僕の胸を突き刺しても構わない。というより本来そうするべきだったんだ。単純明快だね。悪くない。さて、おしゃべりはこの辺にしよう。またね、賢明なる神、そして
君たちも。言っちゃったな。最近の出来事は彼にとって、いきなり一生を過ごしたような気分だったでしょうね。そんなこと、誰でも気持ちの整理には時間がかかるわ。おう、そうだな。あいつは相変わらずあいつだけど、態度はちょっと丸くなった感じがするぜ。これでやっとご飯を食べに行けるよな。おいら腹ペコだぞ。お疲れ様。落ち着ける場所を探して存分に休みましょう。思いついた。神輿長政を小説の最後に持ってこよう。つまり物語の他の登場人物はもういないということか。そうだ。神輿長政は最後まで寿命を全うしたらしいから、最後を飾る叙述者にぴったりだと思ったんだ。異様な雰囲気は消え去った。だがこれから先何十年と、この剣はまるで暗雲のように神輿長政の心にまとわりつくのだった。年老いた彼はある日夢を見た。大たたら長政という宝刀が作られたその日の夜、皆は喜びに踊り、絵を描き、舞い、酒を飲んだ。すべての喜びは炉の中の火に溶け、紅の雲と化し、神輿長政が人生において最後に見た日の出を包んでいった。人生という道は長い。そのことを何か言おうとした時には、すでにどう表現すればいいかわからなくなっていた。ふん。赤羽さん、一緒に調査しようと誘ってくれてありがとう。いいってことさ。沢田先生のアイデアのおかげだよ。あなたがいなかったら、私は今頃まだペン先をかじってたろう。本当に助かった。これで論文が完成できるぞ。神輿長政が最後に思い出した刀の名が桂木切長政ではなく大たたら長政だったのは、まだ美しい思い出が残っていたからだろうね。聞いてないけどな。
やら戸惑っているようね。気持ちはよくわかるわ。これを知れば誰だって頭を抱えるはずだもの。え、誰かがオイラたちの耳元で話してる？でも残念ながらテイワットの運命はそうたやすく揺らぐものじゃないわ。神ならばまだ少し可能性があるけど、そうでないなら難しいわね。小さな動物が木にぶつかれば木は揺れる。でも傾きと位置が変わることは別のものなの。運命もそれと同じね。まさに瓶が床に落ちるように、猫が割ったものでも鳥が割ったものでも割れたという結果に変わりはない。そうでしょ？お前誰なんだよ。どうしてそんなこと知ってるんだ？歴史は簡単には変わらないけれど、人々の心は変わる。自分の目を信じて。目に見えるものこそが真実であり、見えないものは全て虚言よ。声が途絶えた。さっきの人は一体誰だったんだ？急に出てきて怖いこと言って何なんだよ。瓶も床で砕けたままだし、誰か呼んで掃除してもらうか。なんかこのまま放っておくのは気持ち悪いんだ。おいら